皆さんこんにちは、イケボです。本日は4月10日、何曜日かわかんないですけれども、今時刻がですね午後8時6分です。で、私が今おりますのはこちらニュージーランドの首都であるウェリントンですね。その中心駅であるウェリントン駅となっております。こちら非常に威厳のある駅舎で、内装もまた素晴らしいので後でお見せするんですが、まあまあそれは置いといてですね、今回何をやるかと言いますと、オークランドとウェリントンの間でいろんな交通手段を使って移動してみたということで、その第1弾ということで今回はですね、夜行バスを使ってウェリントンから私の家があるオークランドまで行ってみようと思います。どれぐらい快適なのかというのを調べてみようと思います。天井も素晴らしいんですよね。装飾が綺麗です。私がこれから乗るオークランド行きの夜行バスなんですけれども、このウェリントン駅の9番線から発車します。なんでバスなのに9番線から発車するのっていう話なんですが、まあそれは見た方が早いですね。ウェリントンの駅は、頭が行き止まりになっている投炭式ホームという言い方をするんですけれども、投炭式ホームで端っこが全部つながっているんですよね。こういう風にして日本でいうと四国の高松駅と同じような構造になっておりまして、1番線から9番線までずらずらと並んでいます。ただその中で一つだけ線路がない番線がありまして、それが9番線です。実はこのウェリントン駅はですね、改札がない駅なんですね。まあ、ウェリントンの公共交通というか鉄道は、まあ改札がなくて信用乗車方式という車内で検察を実施する方式をやっているんですけれども、ちょうどこちらですね、今ちょうどおそらく私が乗るであろうインターシティのバスがやってきました。まさにオークランドと書いてありますね。このバスです。8時45分発でオークランドには翌朝の8時ちょうどに着く予定になっております。私もこのインターシティに乗るのは初めてです。ですので気になるところです。まあ、そうだ、こういうふうにですね、ホームがもう直接外とつながっているんですよ。で、この 9番線って言ったけど、9番線の横、まあ番線はついていないんですが、9番線の隣はそのままバスが乗り入れられるようになっていて、ここから直接乗り込むことができるというわけです。改札がありませんから別に壁を設けなくてもいいんですよ。できるだけたくさんお客さんを詰め込めるように2階建てになっております。で、確かこれで値段は36ドルとかそれぐらいだったのかな。まあかなり安い方なんじゃないでしょうか。で、日本歯磨きですとか、コンタクトを洗浄したりとかをやっと駅のトイレで今終えましたので、これから乗り込んでいこうかなと思います。こちら後ろ側がですね、です。撮影してたら運転手さんに呼び止められて、車内こんな感じでしたね。私てっきり座席だと思ってたんですけれども、座席のやつをこういう風に簡易ベッドに改造できるんですね。こんな豪華なとは知らなかった。まさか横になれるとは思わなかったですね。なかなか快適です。35ドルとかそんなもんですからね。35ドルで11時間寝させてもらえるんだからありがたいもんです。暗くて見えないでしょうが、こともう一つ左と2つ枕が並んでるんですよね。っていうことは
もう一人来るかもしれない、横に来るかもしれない、ちょっとそれが心配です。ここ見えづらくてすいませんけど、あのコンセントとかもちゃんとついてます。寝る準備をしようとしていたらですね、やはり運転手さんから君ここじゃないよって言われまして、君は座れない、席で、あの座れないじゃないか、君は寝れないから、ベッドは使えないから、あの座席のところに移動してねって言われまして、泣く泣く移動してきました。でもこれでプラス 20ドル課金すれば寝れるらしいんですよね。それは非常に素晴らしいことです。日本だとおそらく、なんか法律の縛りで重心がどうしても高くなっているので、こうなってしまうので、こういう寝台バスみたいなのの導入は難しいという話を聞いたことがあります。北海道で一時期使われていたことはあるんですけれども、今はもう完全になくなっているんですが、未だにニュージーランドではこういう風にして、高さは低いですけれども、ね、寝れるようになっているようです。まあ残念ながら寝ることはできませんでしたが、そうだな、今度これと座席に座ってるやつと普通にベッドに横になっている動画の2つで比較してみるのもいいかもしれないですね。もう撮るものは撮ったし、あとは寝るだけですので、この辺で本日の動画は終わりにしようと思います。はい、ということでね、オークランドに無事、ちょうどほぼ定刻なんですよね、7時59分ぐらいにほぼ定刻で着きました。やっぱり揺れがひどいですね。なんだろう、最初ベッドみたいなやつあったじゃないですか、あれになるかなと思って、まあ、これはこれで35ドルだったらだいぶ安いなと思ったんですけれども、実はあれは乗れなくて、本当はまあ55ドルぐらい払っておけば寝れたんですけれども、そっちにすればよかったなって後悔してます。っていうのが2階建てバスなんで、2階の座席っていうのがその2階にしかないんですよね。なのでものすごい重心が低い、なんていうのかな、重心が1階部分にある分だいぶワン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 揺れるんですよね。まあそれでなかなか寝れなかったっていうのと、本当にもう酔うんじゃないかっていうぐらい揺れたんですよね。リクライニングができればよかったんですけど、なぜか僕の座席だけリクライニング機構が壊れてて、リクライニングできないと、もしリクライニングできたら、なんだ、両脇の座席の中にこう、なんていうの、こうやって埋もれるっていうのは、ある程度固定されるじゃないですか。だからそっちだったらまだ良かったかもしれないですけど、できなかったんで、ちょっと乗り心地がやばかったです。で、結構疲れも溜まっていたので、あと前日が結構早かったので、寝れたっちゃ寝れたんですけれども、まあ、もし全然何も疲れていたりしないで、普通に元気だったら、むしろ寝れなくて、それはそれで地獄だったんじゃないかなと思います。で、あと途中の休憩所とかで、ガソリンスタンドかな？こっちのガソリンスタンドって、なんだ、コンビニみたいなのが併設されているんですよ。なのでそこで買い物とかができたんで、まあ実質サービスエリア代わりになったんですけれども、そういうところで30分ぐらい休憩することができました。多分2回か3回、ちょっと少なくとも2回はありましたけれども、それぐらい休憩できましたんで、ずっと座りっぱなしということではなくて、足を、なんていうの、外に出て体を動かしたりすることができたんで、それはスピーでしたね。今回は偶然、快適に、快適ではないですね、でもちゃんと寝ることはできたんで、まあ僕の中では合格点かな、そういう感じです。まあさすがに次乗るときは、なんだ、ベッドのやつ、さすがにあっちを選ぼうと思います。あれは 20ドル払う価値は十分ありますのでね。まあ、総じて言うと日本の高速バスよりは座席は劣悪ですね。でもベッドを使うことができるっていう選択肢があるのはありがたいかなと、そう思います。ということで、オークランドとウェリントンの間を移動してみた第1弾夜行バス座席編だったんですけれども、あんまりおすすめはできないですね、正直ね。はい。
ということでご視聴いただきましてありがとうございます。まだ次を何やるかは決まっていないんですけれども、次回もご視聴いただけたら幸いです。ではチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。